熱エネルギーはあらゆるものの原動力だ。消えてしまったその熱量は誰にも負けないと思っていた。あの頃は それでは始めさせていただきます。こちらが当社製品のラインナップとなっております。先ほどお話ししました通り、今回は九州冷温水機の現在の主流になります。すいません、電源テックに決定しました。川中冷熱さん、今回の件はなかったことにしていただけないでしょうか。どういうことですか。申し訳ないです。ちょっと待ってください。最後まで提案させていただけませんか。葉山、すいません。やっぱり理不尽じゃないですか。デンエテックの常務とつながりがあったんなら最初から。葉山、俺たちの仕事はこういうこともある。でも俺は諦められないです。お前は諦めるのになれんだよ。高月さん、またいろいろ教えてくれますか。もちろん。あ、高月さん、この度弊社は新工場設立を予定しています。その工場は自家発電用のガスエンジンで稼働しています。ガスエンジン。その稼働の際に生じる排熱を利用した冷房設備で工場内の暑さも軽減したいと考えています。そこで御社の熱交換技術のお力をお借りしたいと。ありがとうございます。ぜひ弊社の製品をご提案させてください。ただ一つ問題があります。はい。このガスエンジンはとても巨大で排熱量も膨大です。葉山さん、御社の製品で対応可能でしょうか。一度持ち帰って高槻と相談させてください。おはようございます。お疲れさん。高月さんは消えた。大手メーカーに転職したと後になって知らされた。諦めてくれ。もしダイナモ重工から受注できればうちの製品が全国で使われることになるんです。うちの製品じゃこの巨大なガスエンジンに対応できない。じゃあ新製品を作りましょう。膨大な排熱量のリスクがある。実現可能性は非常に低い。まだやってないのに分からないじゃないですか。葉山、今は既存の顧客に目を向けてほしい。会社の方針だ。でも諦めろ。渡さん、渡さん、新製品作りませんか。無理だ。
リスクが高すぎる。技術的にも難しい。二人さん。はい、今行きます。挑戦してみたいんです。なあ、無理なもんは無理だ。資料送ります。もし事故が起きたらどうなる。話は終わりだ。渡さんってどっかにいらっしゃいますか。もう帰られました。あ、ありがとうございます。熱交換は排熱量が膨大になればなるほどリスクがつきまとう。渡さん。だがエネルギーが大きければ大きいほど面白い。理論上設計は可能。可能性はゼロじゃない。じゃあ行こう。おっす。どこですかここ。見つかったらまずいんじゃん。ルールが3つ。まず、このことは誰にも言うな。2つ目、作業に当てるのは勤務時間外のみ。わかりました。3つ目、完璧な設計図が完成した段階で部長に提案する。はい。熱交換は高温と低温の流体を交互に流し込み、熱エネルギーを移動させることを言う。熱エネルギーってあんまりピンとこないんですよね。人間も熱エネルギーを発生している。え、だいたい1日あたり100ワット。100ワット1日あたり。メモ帳ぐらい用意しとけ。すいません。ダメだ、やり直しだ。はい。もしかしたら俺たちだけの知識じゃ足りないかもしれない。あ、お久しぶりです。あ、今ってお時間大丈夫ですか。はい、大西さんのお力をお借りできればと思いお伺いしました。よかった、この後お時間あれば話だけでも。はい、ありがとうございます。お久しぶりです。もう終わりだよ。技術部長の判断だ。渡たちをこのプロジェクトから外せと。やらせてください。会社は時間外労働を黙認できない。仕事じゃないです。やりたくてやってるんです。残業じゃないです。それがルールだ。それに実現可能性はゼロに近い。上の判断だ。あともう少しなんです。お願いします。もうおしまいだ。諦めてくれ。
その熱量は消えていなかった。遅かったな渡さん。どうしてもやりたいんだろ。はい。葉山、待ってるか、はい、あ、岡田さん、はい、ちょうどの確認お願いします。はい、確認お願いします。よろしいですか。はい、ありがとうございます。俺じゃプレゼン資料仕上げちゃいますね。分かった、俺は設計図を書き上げる。はい。熱エネルギーはあらゆるものの原動力だ。完成した。完璧な設計図だ。ありがとうございます。行ってきます。葉山、ルールを破ってしまい申し訳ありませんでした。でもこれは僕たちがやりたくてやったことなんです。だから一度見ていただきたいです。見なくていい。見なくても分かる。行きなさい。上には話しておくから行きなさい。ありがとうございます。僕は走った。筋肉は燃えて血は湧き立った。ただただ熱かった。今分かった。その熱量は僕たちの答えだ。今回工場側に御社のニーズを伝えさせていただきました。実際脱炭素化の時代に来ていると実感しています。弊社でも水素製品を技術部門で開発し本日の提案に至りました。それでは始めさせていただきます。